ディエゴ・マリオ・ブオナノッテ・レンデはアルゼンチン・サンタフェ州出身のサッカー選手。ウニベルシダ・カトリカ所属。ポジションはミッドフィールダー。ブオナノッテとはイタリア語でお休みの意味である。2006年4月9日、17歳の時にインスティトエト AC、コルドバ戦でデビューした。2007年10月7日のボカ・ジュニアーズとのダービーマッチではキープレイヤーとなり、 それ以後はレギュラーに定着した。ワールドサッカー史によるエキサイティングな重大代選手50人に選出された。2008年の北京五輪代表メンバー18人に選出された。セルビア戦では距離のあるフリーキックを決めた。2009年12月26日、サンタフェ州の国道を走行中、大木に衝突する自動車事故を起こした。肺を損傷したほか 両腕と右肩を骨折し、全治7ヶ月の重傷を負った。同乗していた友人3人は死亡した。アトレティコ・マドリードへの移籍話が進んでいたが、これが破断になるとともに、2010フィファワールドカップ出場も絶望的となった。2010年4月17日の c d ゴドイクルスワントニオトンバ戦で、招集メンバー入りして途中出場し、 4ヶ月ぶりの復帰を勝利で飾った。2011年1月14日、遺跡金380万ポンドの5年契約で、リーガエスパニョーラのマラガ CF に移籍した。しかし2010から11シーズン終了までは、レンタル遺跡という形で、CA リーベルプレートに残り、シーズン後にマラガに移籍した。2013年1月、グラナダ CF へ完全移籍。 2015年8月15日、ギリシャスーパーリーグのエッグ・アテネ FC に2年契約で移籍した。2016年7月19日、チリプリメーラリディビシオンのウニベルシダカトリカへ移籍。トップ50モーストエキサイティングティーンフットボーラース、ソカーリンズ、2007年11月29日、プオナノテが交通事故。 友人三人が死亡 AFPBB ニュース2009年12月28日いつだって南米楽天ワールドサッカーダイジェスト日本スポーツ企画出版社2010年2月4日578ページリバーミッドフィールダーリターンズフォーマンツアフターフェイタルクラッシュロイターズ2010年4月16日ウォルビオ・ウナノーチェ ESPN2010 年4月18日 ブオナノってサインズフォーマラガ CF スカイスポーツ。2011年1月14日。マラガクラブでフットボールグラナダクラブでフットボール。アグリー。トランスファーオブディエゴブオナノってマレガスフ。2013年1月31日。パイウプシロンニューアルファーニュー。タウイプシロンガンマイオタアルファーデルタカイロー。ニューイオタアルファー。 XFC オフィシャルウェブサイト2016年6月19日閲覧。ニーベルシダットカッテオリカアフィシャライスをアクエルドコンディエゴ、ブオナノッテ。コパーティバ、CL2016 年12月3日閲覧。ありがとうございます。